仙台原発が再稼働されて以降、安全性避難計画その他の検討要因をすべて無視して、伊方、高浜と再稼働ラッシュに突入しています。今は国民を人質に取った原発立てこもり事件というふうに言うのではないかと思います。原発に依存しなければ経済が成り立たないという理屈は完全な嘘であります。電力自由化に東京電力から新電力に移行する希望者は 60% に上るという数字が出まして、今現在原発に反対する意思表示の明らかな表れであります。このような原発から離脱したいという国民の希望を政府経済産業省は重く受け止めるべきであります。原発から離脱し再生可能エネルギーに転換することこそが今や世界の最先端な技術革新であります。将来性の見込める経済であります。原発にしがみつき世界から取り残され、原発輸出の汚い商売を続けることを世界は許しません。福島を見捨てて国民を危険にさらす原発再稼働絶対に反対。すべての原発を直ちに廃炉にせよ。他に抗議のスピーチご希望の方いらっしゃいますか。これ今日最後のスピーチの時間です。ご希望の方いらっしゃいませんか。いらっしゃいました。残り30分コールでやって終了します。高浜原発再稼働反対。
Yeah.